手、昨日京都マリーンズ2連勝、はい、非常にいいスタート切れてますよね。そうですね、やりましたね。やりましたね、はい、どうでしょう、藤岡選手、今のチームの雰囲気というのは。はい、チームは若いですけど勢いがあるんで、はい、まあ、このまま、はい、勢いよく勝っていけると思います。はい、さあ藤岡投手の今日の投球内容ですけれども、2回を投げて、はい、4奪三振と、はい、非常に藤岡選手ご自身としてもいいスタートを切れてるなという感じじゃないですか。どうでしょう。そうですね、はい、はい、でも球数多かったんで、まあ、ヒヤヒヤさせたと思うんですけど、はい、本当にすいませんでした。そんなヒーローで来てるんですから謝らないでくださいよ。さあ、ちょっと藤岡選手のなんかちょっとプライベートな部分もね、お話聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、今日もお子さんが応援にいらしていたと、はい、ね、伺ってます。ちなみにお子さんはおいくつになるんでしょうか。1歳8ヶ月。1歳8ヶ月、はい、いいですね。可愛いですか、やっぱり。はい、可愛いです、ね。もう思わずお顔がね、ほころんでらっしゃいますけど、はい、今のマリーンズではイケメン5の投票も受け付けてますが、藤岡選手はイクメンというところでもなんかこうね、アピールできそうですね。そうですね、イケメン5には選ばれないですけど。いや、わかります。イクメン5には選ばれる、頑張りたいと。マリーンズ、イクメン5は俺だと、はい、いうことですね。はい、さあ、ではですね、シーズン始まったばかりですけど、やっぱり今年マリーンズ千葉に来て25年目のシーズンということで、昨年は本当に悔しい思いもありました。選手の皆さんも今シーズンにかける思いというのは強いんじゃないですか。どうですか。そうですね、去年ああいう風に悔しい思いしたので、はい、まあ、やっぱその思いみんなあると思うので、まあ、こういう結果で今2連勝できていると思うので、はい、まあ、そうやって勢いよく乗っていけるようにチーム全体として頑張っていきたいと思います。そのためにはやはりこの心強いマリーンズファンの力が必要ですよね。そうですね、昨日と今日すごいファンの方が来てくれたので、はいはい、勝ちだと思うので、明日も皆さん足を運んでください。よろしくお願いします。本日は寒い中、わざわざマリンスタジアムまで足を運んでくださってありがとうございます。明日もしっかり勝てるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。